千葉県に土砂災害警戒情報が発表されました。詳しく見ていきましょう。千葉県木更津市に土砂災害警戒情報が発表されています。降り続く大雨のため木更津市周辺では、災害の発生、土砂災害の危険度が非常に高まっております。こちらは危険な場所からの避難が必要な警戒レベル4に相当する情報です。大変危険な状況にすでになっていることを示しています。現在の状況を確認していきましょう。関東地方は広く活発な雨雲が、かかっている状況となっていますね。千葉県内もザーザー豪レベルの雨の報告が多数寄せられております。この雨の降りやすい状況なんですが、まだまだしばらく続いていきそうです。引き続き地盤の緩んでいるところ、急な斜面など危険な場所には近づかないようにお気をつけください。ではマップでもその危険度を確認していきましょう。土砂災害危険度です。黄色が注意、赤が警戒、そして紫色が危険となっているところとなっています。これまでの雨によって地盤が緩んでいる恐れがあります。引き続き危険な場所からは離れ、安全な場所を選んでお過ごしいただければと思います。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。